ももう、ほとんど飲みません、飲みません。で、まあ、かといってそのむちゃくちゃ健康に気をつけてるっていうこともないんですけど、ただロープし、これからもずっとロープし続けていく上で、やはりそのなんかな、やっぱり健康っていうか、自分のモチベーションとか、それとか、まあ、自分が続けていく上の、そのエネルギーとかっていうのは、やっぱりその健康じゃないと、やはり続けられないなと、なんか体がきついなとか、そういうふうなのを思うと、なんか、力いっぱいこう動くできないし、そういった意味では、なんか、そぎ落とせるものはそぎ落として、それで、ロックで、ロックしたいなと思ってるっていうかですね、そういうふうな形で気をつけてますし、あとは、まあ、僕はその働きながら音楽やってるんですけど、音楽もやってますけど、まあ、なんていうかな、常にその自分のその切り替えっていうか、モチベーションの切り替えって方っていうのを常にそう考えてるっていうか、やはりその仕事してるとき、他の仕事をしてるとき、音楽以外の仕事をしてるときと、音楽の仕事をしてるときの、そのモチベーションの切り替え方っていうのは、バンと、なんていうか、切り替えれるように、常にその心がけてるし、あと、まあ、ただ、生活していく上でその音楽になるのヒントになるものっていうのは常にアンテナっていうか、そういうふうなものは張ってるし、まあ、例えばラジオであろうが何であろう、本であろうが、音楽のその創作に簡単のできるなっていうものがあれば、貪欲に、それはもう何かな、アンテナ張って、常に心を開けてるっていうかですね、そういうふうな生活を